豊橋技術科学大学は愛知県豊橋市天白町ひばりが丘一の一に本部を置く日本の国立大学である。1976年に設置された。大学の略称は、技科大、豊か技大、タットゥー、豊橋テック。本学は1976年10月1日、実践的な技術の開発を主眼とした教育研究を行う大学院に重点を置いた。 工学系の大学として、高等専門学校卒業生を主たる対象とする新構想のもとに設立された。日本に2校ある技術科学大学の一つであると同時に設立。大学院進学を前提にしている。また、高等専門学校等からの3年次編入生が8割近くを占めるで入学する学生の割合は1割以下であるのが特徴である。 4年計画ではなく6年計画また公選からの編入生を対象にした4年計画でカーリキュラムを組んでいる。4年時には約2ヶ月間の実務訓練が必修となっている。また、学部定員と大学院定員がほぼ同じ人数になっている。実際に卒業生の8割以上が大学院へ進学する。グローバル COE プログラムや 研究大学強化促進事業の採択、企業と連携した実務訓練、技術経営等、産学連携活動や研究活動が活発に行われている。近年の人手不足を背景から豊橋市の地元企業から相談を受け、外壁点検用ロボットのボりにやリーチなどのロボットの開発にも成功している。なお、キャンパスは、 ケスタ地形の一典形である天白原大地上に立地する。2010年度から学内再編成を機に2期生5時間授業となった。それまでは1学期、2学期、3学期を採用しており、1日の授業数は6時間授業となっていた。課外活動ではロボコン同好会が大学ロボットコンテストの全国大会 NHK 大学ロボコンで 大会最多の6回優勝している。キャンパスの敷地面積は広大だが、豊橋市の中心部からかなり外れた位置にある。そのため、キャンパス内に大きな駐車場がいくつか存在し、大学としては珍しく学生の自家用自動車での通学を全面許可している。立地上の最寄り駅である JR に川駅及び、豊橋鉄道厚見線わら駅からはバスなどの 公共交通機関がない上に歩くには相当な距離があるので、有効な公共交通機関は、現在のところ、豊橋駅から30分程度を要する路線バスのみであり、実質的な最寄り駅は豊橋駅となっている。学部は工学部、大学院は工学研究科のみ。2010年4月に学部と大学院博士全期課程2012年4月に、 大学院博士後期課程の学内再編成があり、5つの、課程、専攻と総合教育院が設置され、コース制が導入された。第3年次編入学については、2012年度、編入学者より新課程による、募集2012年度大学院博士後期、課程再編以前の入学者の専攻。エレクトロニクス先端融合研究所とベンチャービジネス。 ラボラトリー2005年度に生産システム工学課程が、2006年度には、電気電子工学課程、情報工学課程、物質工学課程、建設工学課程が、2007年度には、機械システム工学課程、知識情報工学課程が、JABEE 認定を受けた。D 研究棟、豊橋技科大には6棟の学生宿舎、非常勤講師等宿泊施設、 短期滞在研究者用宿泊施設がある。長岡技科大、高専との連携長岡技術科学大学及び国立高等専門学校機構で連携協定を2013年に締結している。東海畜産学連携大学コンソーシアム、東海地方の国立語大学で組織、教職員や博士研究員、学生、卒業生による企業を支援する、とんがらいに取り組んでいる。 グローバル工学教育推進機構が担っており、マレーシアにペナンコを持つ、世界各地の90以上の大学と協定を結んでいる。企業などとの共同、受託研究制度のほか、産学関連系を担う研究推進アドミニストレーションセンター、地域貢献や社会人教育などを担う社会連携推進センターを設けている。社会連携推進センターは、 豊橋中心市街地にある豊橋市町中活性化事務所内にサテライトオフィスを持つ。大学発スタートアップ沢田和明教授が開発した嗅覚センサーの事業化を目指すアロマビットシリコンセンサーテクノロジーが豊橋議科大発スタートアップ1号として2019年に認定された。ありがとうございます。